小学動画はですね、前回自分の顧問の先生は何の楽器担当ですかっていうランキングをやりました。あの募集はいつもの12パートに加えてその他っていうものを設けたんですよ。その他っていうのはいわゆる吹奏楽出身じゃない先生だとか別の教科の先生だとか、そういう人はその他に入れてくださいっていう風にしたんですが、見事にその他が1位になりました。まあ吹奏楽をやっているから吹奏楽部の顧問とは一概には言えないけど、ちょっとびっくりしたんですよ。だからそのランキングの最後の方にですね、その他って答えた人は先生何出身ですかっていうアンケートを取ったんですよ。本日はランキング形式ではないんですけれども、自分の顧問の先生は何出身なのかはですね、今集計結果が出ましたので発表していきたいと思います。それじゃあ早速行ってみよう。まずあのランキングの時にもちょろっと言ったんですけど、やっぱり圧倒的に多かったのがピアノですね。ピアノはやってるけど吹奏楽じゃないよっていう先生が多いみたい。確か中学だっけ高校だったっけちょっとわかんないんだけど、音楽の先生はピアノ弾けないといけないみたいな、そういうのってあった気がするんだよね。そういう部分で吹奏楽の顧問は音楽の先生で、それでピアノを弾けるっていうのが多いんだと思われます。次に多かったのは声楽とか合唱ですね。楽器ではないけど歌出身っていう先生もピアノの次に多かったです。今の僕の高校の先生がね、確か歌だった気がするんだよな。でも声楽とか出身だったらさ、吹奏楽ってわかるのかなってちょっと疑問に思いません？まあちょっとはねかじるとは思うんだけど、声と楽器だからな、どうなんだろうね。楽器経験ある人とない人じゃやっぱりちょっと変わってくるんだと思うんだよね。でその次に多かったのがね、多分オーケストラ関係、バイオリンとかチェロっていう先生も多かったです。なんかね視聴者さんとお話をしていた時に、自分はオーケストラ部ですなんてっていう言葉をね聞いたんですけど、そういう部活もあるんだなんて思ってびっくりしましたね。まあそういう部活だったらそのバイオリンとかチェロの先生はいいと思うんですけど、これもねまあコントラバスだったらまあかろうじていいとは思うんですが、同じ楽器とはいえ弦楽器使ってないですからね吹奏楽は。これもどうなんでしょうね。で意外と多かったのがね、バンドっていう人がいましたね。先生側もどうやって顧問を決めているのか分かんないけど、あんたバンドやってたんでしょ、じゃあとりあえず吹奏楽ねみたいな、そんなあるのかな。僕打楽器でドラムをやることなんてしょっちゅうありましたけど、僕バンドの方のドラムって全くできないんですよ。おそらく奏法もねちょっと違ってると思うんです。声楽やオーケストラと違ってまたバンドも全然違うからね。でその次がね、意外と作詞作曲家っていう先生もいましたね。その先生多分普通の先生じゃないんじゃない、頭がおかしいとかそういう普通じゃないじゃなくて、まあ編曲ともまたちょっと違ってくるとは思うんですけど、例えばアレンジとか曲のカットとかっていうのも結構いい感じにやってくるんじゃないですかね、こういう先生って。あと声楽関係でオペラって人もいましたね。であとはチャイム専門、秋山紀生か。まあ今発表したのは音楽関係の先生ですけど、もちろん違う教科の先生で吹奏楽部の顧問ですっていうのもいるんですよ。顧問は古典の先生で体操部ですと。体操部と吹奏楽部ってまた違うじゃないですか、ガラッと。あと面白いのは理科の担当の先生なんですが、うちの顧問にできない楽器はありませんと。逆になんで音楽の担当になんなかったのかなって疑問ですよね。あと英語兼体育の先生、顧問だけど名前だけの人っていう人もいました。副顧問はねまた違う教科の先生ってことは多いと思うんで、そういう意味での名前だけっていうのもあるかもしれないですね。私の顧問の先生は数学の先生ですが、外部講師の方にいつも教わっています。やっぱり全く音楽わかんない人は外部から呼ぶしかないもんね。ああやっぱり何出身かはわかんないけどそもそも楽器をやっていないっていう人もいるし、吹奏楽だったわけでもないけど音楽の先生っていうだけで吹奏楽部になったっていう人もいますね。私の顧問の先生ネパール研究会でした。どういうことやねん。というふうに多方面からのね先生が結構いるっていうことです。なんかそう考えるとさ、先生によってもまた随分変わってくる部分ってありますよね。でもそんな顧問の先生だけど吹奏楽が好きでね一生懸命頑張ってる生徒たちもたくさんいるみたいです。おそらくねその何もわかんない先生もね必死になんとかしようと頑張ってるとは思うんで、まあ一緒にね協力して頑張ってほしいなって本当に思います。先生と一緒に学びながらね吹奏楽やっていくっていうのもまた面白いかもしれませんし、いろんなね顧問の先生の事情が知れてちょっと良かったです。はい、ということで本日は吹奏楽出身ではない顧問の先生は何出身なのかを聞いてまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。